ットニック MC の織原麻耶です。デッドポップフェスティバル2022 1日目に潜入させていただきました。チームの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。私が麻耶ですですね、まあ、このデッドポップフェスティバルのアーティストラインナップを見ても分かる通り、そのシムの音楽的なつながりがすごくよく分かるラインナップになっていたかなと思いま す, でです、ね、まあ、そのデッドポップフェスティバルって、そのシムの皆さんたちは悪魔の祭典っておっしゃってると思うんですけど、まあ、それもこんなに破壊的なフェスをやっているのにすごく温かく感じるのは、やっぱシムの皆さんの音楽への愛、そしてシムの皆さんが選んだアーティストさんたちの音楽の愛があるからこそ、こんなに温かいフェスになっているんだろうなって思いました。すごい愛されている、もう2010年からやってると思うんですけど、すごくずっと長く愛されている理由が分かったなと思います。でまた来年はきっと、まあ、どうなるか分からないですけど、もしやダイブもきっと OK になっている未来があると思うので、またその未来を楽しみにしていきたいと思います。また来年も遊びに行きたいです。ありがとうございます。